銀の陣を右にですわ。初回発信イカミラネサタじゃございませんこと。あれね、イカミラじゃなくて第二市長と食堂だった可能性がめちゃくちゃ高いらしいんですわ。とか、これ十二市長の粘膜化腫瘍じゃねとか、これはここ、これいつよりこれ食堂じゃねみたいなことね。なんでイカミラを見せたかというお話をいたしましたね。考えたんですの、本当に人生でなかなか自分でも胃の中を見ること、内臓を見ることってないと思うんですわ。でもそんな内臓の中を見たら、私たちってもう人の内臓だって見たことございましてね、ないですわよね。そう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 、ですから私は内臓を皆様に見てもらうということで、なんて言うんでしょう、仲良くなるというか、こう関係を深めたかったんですわ。どうやったらこう私のことを知ってもらえるかしらと思いましてね、私の内臓を見せることで皆様方の人生の中でその部分に関しては初めての存在になれるのかしらと。そこまでの関係になる方ってなかなかいないと思うんですの。腹を割ってお話しすると言いますか、そう、一番手っ取り早く仲良くなる方法というのを考えまして、私胃カメラ見せたんですの。でもね、皆様、胃カメラはね、絶対受けた方がよろしいですわよ。ピロリ菌っていうのがございまして、そちらでね、胃がんになるんですわ。胃がんの可能性ってすっごくピロリ菌が高いんですわ。で、ピロリ菌は除去できるんですわ。なんか視界が暗くなってまいりましたわね。これ私、学校不登校だった時、どうしても学校行かなきゃいけなかった時の視界に似ておりまして、今ドキッとしましたわ。今少しヒヤッといたしましたわ。胃がんを回避できるんですのよ。神回避すぎますわ。絶対にやった方がいいですわ。新しい朝が来ましたわ。